こんにちは、砂かまでたっぷりチェアです。ライトニングリターンズの続きやっていきましょう。更新だいぶ遅くなりました。申し訳ない。いや、だいぶ遅くっていうほどでもない。いや、でも俺の場合はめっちゃ遅いんだな。さあ、じゃあやっていきましょうかね。その前にちょっとコメントなんですけど、パート26でいただいた、リベンジオブカオスですね。今からやるのがこれです。リベンジオブカオスってやつは持ってましたね。はい。で、つけました。これ強いね。クイックノックアウトなるものが。これあれですよね。カイアスが持ってた武器ですよね。すんげえ武器だよな、これ。こんなん振り回すの結構きつそうだけど。結構カスタマイズも変わってて、荒野の探索者に、なんか強斬りが強いらしいんでね、つけました。で、エアロメインで今回来そうです。リジェネガード。スタイル2つにガードつけた方がいいってあれだったんですけど、ちょっとつけられなかったんで、でもここのエアロラのとこにヘビーガード入れてもいいかな。ここは戦うメインになりそうだもんね。ガードねえのなねえのな、そういうことなのな。そっか、なくてつけられなかったのか。いや、ここでリジェネガードするってのは変だよね。ヘビーガードで足りる？こっちにヘビーガード入っちゃってるから、セークリッドナイトの方に。アタックガードなんだよね。まあ今回はこれでいこうかな。これでいってみましょうか。よし、じゃあ行きます。じゃあ参ります。最初はなんか、ドンに合わなきゃいけないんだってさ。新しいシード、こんなソウルシードが手に入っ、金に糸目はつけないよ。ソウル結構持ってるよね。高っ。ご苦労さん。やった。結構サイドクエストもね残ってると思うんだけど、まあサイドクエストは裏でやっちゃいます。とりあえずメインストーリーゴリゴリ攻めていきたいと思います。改めてお疲れ様。狩猟に会いに行くかい？おお、これでクエストコンプリートなのね。モノキュラスのマスク結構飛び飛びだったんで分かんないと思うんですけど、連れてきましたよ。例の客人です。狩猟の読み通り、クルクスが反応しました。おお、ご苦労。よっと。久しぶりだな。元気そうじゃねえか。お前。なんだよ、反応薄いじゃねえか。うちら一応古い仲間だろ。あんたがファングーなんて飛びついてきたら逆に気持ち悪いけどな。変わってねえな、ライトニング。あの頃のまんまだ。だが変わっちまったこともある。今のあんたは普通の人間じゃねえ。世界の終わりに目覚めたもの、解放者だ。そうか、私を知っているんだな。話が早くて助かるだろう。ちょっと前まで救世院にいたからな。解放者の話は聞いてる。救世院に加わっていたのに今は盗賊団の狩猟か。加わってねえよ、少し世話になっただけだ。ああだこうだ理由はあるが、要は西方だ。封印された西方にはこれまで誰も近づけなかった。ほっとくしかねえと思ってたが、あんたはクルクスを発動し封印を解いてみせた。力を貸してくれ。救世院より先に西方を手に入れたい。頼む、ライトニング。ライトでいい。仲間の頼みは断れないな。すまねえな。遺跡の情報は全部出す。他のこともおいおい話す。救世院のこともバニラのことも。じゃあライト、よろしくね。あんたが遺跡に行くときは私も付き合う。邪魔するやつは蹴散らして、うちらで製法を手に入れようぜ。来ました。セクシーお姉さん×2。きたー。ファングさん、お久しぶりです。何年ぶりだろう。1年半ぶりくらいかな、ファングさんと。そうか、メンバーに入ってくれんのか。おー、これは心強いぞ。13の時代は、女子3人で戦うと結構楽だったんだよね。まあ途中ホープくんも入ったりするんだけどね。ファングさんはとにかく強かった。尋常じゃなく強かった、この人は。狩猟の正体はオルバユン・ファング。かつてライトさんの仲間だった人ですね。随分と他人行儀だな。ファングはお前にとっても仲間だったろ。そういえばそうでした。懐かしいはず。なんですよね。なんかね、2人とも欠如しちゃってるんですよね、感情がね。はい、着きました。ここら辺の敵も結構強いな。でもエアロがよく効いてるんでなんとかなりそう。新入りの助っ人さん、聞いてるぜ。あんたは仲間になったんだってな。ここにもさてライト、久々に暴れようぜ。製法がお待ちかねだ。ファング、一つ聞かせてくれ。死者の魂を招くという製法、手に入れて何に使う？製法を使うのは私じゃない。救世院にいるバニラだ。あいつには不思議な力があってさ、死んだ人間の声が聞こえるんだ。カオスを漂う死者たちの思いを感じ取れるつうか。バニラの言葉を借りるなら、死せる無数の魂の声なき声が響いてくるとさ。そういうバニラの能力に救世員が目をつけた。バニラが製法を使って呼びかければ、数えきれない死者の魂を呼び寄せられるんだとさ。死者の魂を呼び集めて救うつもりかな、救世員は。とぼけんなって。ご存知なんだろう、解放者。救世院の依頼で製法を取りに来たくせによ。誤解するな、救世院とは関係ない。どうやら彼らが気に食わないようだな。そういう話はまた今度な。さて行こうぜ。救世院の連中に製法をかっさらわれたくねえからな。ここら辺の事情は少し手始めに調べてほしい場所がある。いかにも怪しい扉なんだが、こじ開けようにもびくともしねえんだ。でも解放者ならなんか反応しそうだろ。さあ行ってみようぜ。扉のそばに着いたら言うわ。じゃあとりあえず敵倒していきましょうか。まあストーリーは少しずつ多分整っていくと思うんで。強切り、こっちも強切り強え、強切り強え。もうグローリーポイントはもうたまり放題なんで、全然気にせず使ってって大丈夫ですね。クロノスタシス。いきなり奥まで深入りすんなよ。遺跡にやってみる場所はね。まあこいつらはね、雑魚的だからね。ファングさんの言う通り、遺跡には複数の抜け道があります。おっ、これをずっと待ってたよ。これがないとめんどくさいよなと思ったんだよね。解放者なら封印を解けるかもしれない。試してみよう。期待してるぜ。誰も使えなかったクルクスを発動してみせたんだからな。どうやって取るんだ？西方の遺跡に抜け道ができたと噂が広まれば、救世員が動く。ああ、十中八九救世員が来るよね。そうだよね。捜索隊を送り込んでくるだろうな。奴らに情報が伝わる前に、うちらが製法を発見するんだ。これは下降りて良さそうだよね。扉の飾りを覚えとけよ。この手の扉をうちらは次元式って呼んでる。次元式の扉は時間によって勝手に開いたり閉じたりする。さっきまで通れたルートでも時間が変わると閉まっちまって、遠回りをさせられたり、最悪閉じ込められっからな。閉じ込められんのはめんどくさいけど、まあ、あ、1時間ごとに回復繰り返すんだ。どっちにしてもクロノスタシス使うんで、全く問題ないかと思います。無問題。まあ、赤が今はいけなくて、青が抜けれるんですね。クロノスタシス使ってれば、この7時から8時の間はずっと青が通り道、抜け道になるでしょう。なんかないかな。わざわざ閉まるってことは何かがあるってことなんだろう。敵か。こいつらスルーでいいかな。ほいや。ちょっとね完全に弱い者いじめだからね。まあいいんだけどさ。追ってくんな。あれだけど魔法も相当強いんだよね。魔法も相当強かったはずですよ。1200、1200だからかなり強いですよね。でもまあ基本的には攻撃かな。エアロラあんまつけてる意味ないかもしれませんね。まあ一応つけてるけどつけとこう。しばらくしてパングさんだけが救世員を飛び出したとあります。2人は家族以上の絆で結ばれた。強切りは連打できないからそこが難しいところか。ボス戦がきっとあるからそれまでに戦闘慣れないといけないですね。なんかいるぞ、スケルトンみたいなやつが。あ、スケルトンだったお、すげえかっけえ。腕が鎌になってますね。弱点はなぜか上2つだけでハテナになってますね。とりあえずでもまあエアロが効くらしいんで、おっとガードしてみよう。3回連続で攻撃くんのか。強いな、骨のくせに勝て。いや骨だから勝てんのか。エアロがでも通常攻撃はそんなに入ってないですね。そんなに強くないか。亡者の歯歯かよ。歯残ったのか。さすがスケルトン。まあ歯は残りやすいもんね。スケルトンの像に異物の反応があります。結構深いっていうか迷う。右行くか、右に宝箱ありか。まっすぐ行くか。あ、とりあえずまっすぐかな。この遺跡の情報を集めてるんですが、手応えなしです。了解。歴史的な資料が一切なくて、いつ誰が建てたのか見当もつきません。近くに時限式扉あり、めっちゃ正面にあるよね。時空が乱れた影響で科学的な年代測定法は役に立たないんです。遺跡が築かれた経緯が分かれば製法の探索に役立つと思ったんですが、手強いです。大丈夫よ、探索してはなんとかなるから。これまた降りれるところですね。この鉄格子がめんどくさいけど、あ、ここ行けますね今ね。真珠の亀を。これあれか、赤がオープンにならないといけないんだな。多分この中にいいものが入ってそう。あ、いちいち、いやここは一旦そのままでいいでしょう。とりあえず下探索行っちゃいましょうよ。ほっ、13年前に目を覚ました。私とバニラはずっとクリスタルの中で眠ってた。あんたらとつるんでたのはもう数百年は前ってことになる。そういうことになりますね。気持ちは年食ってねえけど、考えようによっては世界一のばあさんになっちまったと。個人的にはファングさんに出会った時にファングってこう寄り添って抱きついてほしかったけどね、ライトさんにね。それまた燃えたろうな多分な。またお、遺跡のそこらで見かける機器だ。うちらが触っても動かねえんだが、解放者ならどうだ。やってみましょう。装置が起動した。開くのかな。あ、開くんだ。対応する扉が解放されたようだ。すげえ。これは9000円来るな。デッドデューンスイッチ式扉。赤い模様と同じ赤い模様が側面に描かれた装置を起動することによって開くと。了解。わかりやすい。すごい単純。アイテムの音がするんだけど、これあれですね。ちょっと1時間経たないとダメかな。取れないやつらばっかですね。じゃあ行けるとこ行っちゃいましょうか。スケルトーン。おいライト、この先の扉怪しいぜ。早えよこういうとこ来るとハムナプトラ思い出すな。ハムナプトラっていうね、映画ですね。アナクスナブームってやつですね。思い出すな。この門の奥にものすごいエネルギー反応があります。ああ、扉の向こうから強い力が伝わってくる。正方かな。だと思います。ライトさんが力を感じたのは正方が解放者に反応したからでしょう。私に反応しているなら迎えてくれてもいいはずだが、門が開きそうな気配はないな。ええ、高密度の封印が施されています。解析の結果、この門の封印を解く鍵は壁画にあるようです。この遺跡の奥には神話を描いた壁画が3点あります。それらの壁画全てを目にして神々の行いを知った者だけがこの巨大な門を、正殿門を通って正方に近づけるんです。3つの壁画か。だがただ絵を眺めて済むような甘い話ではないだろう。はい、壁画の場所は分散してます。全部見るには遺跡の3カ所にある画廊を回る必要があります。そんなところだと思ったよ。ということは43はクリアしたのか。次これですね。神々の壁画ってやつ。画廊と呼ばれる部屋に収められている遺跡の3カ所に分散した画廊を巡り壁画を調べる。したらここが開くのか。了解した。じゃあここで一旦終わって時間進めて8時の状態で赤いきます。じゃあ一旦ここで終了しておきましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。